皆さんこんにちは、チャンタイです。パープの2019ペナント実況プレイ始めていきたいと思います。今回はファイターズとの5回戦をお届けしていきます。はい、ということで、前回ですね、4月までの成績の振り返りをやらせていただきました。はい、振り返りでもね、あったんですけど、チームはかなり好調で4月を終えることができて、今回からのね、この5月の試合に臨むといったところになります。はい、そうですね、5月は交流戦もあるんで、ね、なんとかそこまでね、いい調子で、行って、この勢いをね、落とさずにね、戦っていければいいかなと思います。はい、じゃあ早速始めていきましょう。あー、さーちゃん不調か。いや、でもスタミナはほぼほぼ回復。いやー、不調か。前回のこれ成績振り返ってもらったんですけど、こうマユタンとサクちゃんに比べて今1試合少ないんですよね。投げさせたいな。これ不調だとね、今回回避したら次絶不調になっちゃうっていうのが怖いんですよね。そしたらまた回避ですからね。ちょっと完投は難しいかもしれないですけど、スタミナもこんだけ、ほぼ回復してるんでね。DH が開きますね。あ、好調なメンバーいますね、何人かね。じゃあ、マーエさん行こうかな。はい。あ、気づきました。はい。あ、でですね、ちょっと前回の振り返りで思ったことがあって、打順に関して。得点圏で一番打席が回ってくるのがユンちゃんだったじゃないですか。うん。で、そこで得点圏で一番打ってるヤンちゃん、これ面白いんじゃないかなと。うん。そうですね。なんか、これいいんじゃないかなって個人的に思ったんですよ。盗塁王でもありますからね、チームの。一番バッターとしてかなり、うん。でも7番ぐらいにいるからいいっていうのもあるかもしれないですけどね。ちょっと、いろいろ試してみながらですね。うん。これちょっとありかなって思ってます。ちょっと、たまには4、5入れ替えましょうか。月間 MVP も取ったんで、はい、ご褒美で4番。カッキーに。はい。じゃあ、これでいきましょう。サーちゃんもね、開幕してから安定したピッチング披露してるんでね。さあ、西川選手のノリノリ状態まだ続いてますけど、これ前回の振り返りでファイターズの選手がこう個人タイトル結構取ってる今ね、西川選手が盗塁王で首位打者近藤選手、こうなるべく直接対決の時はあれですよね、あんまりこう差をつけられないようにしていきたいですよね。うん。あー、取れないか。直接対決じゃないときはもう運なんでね、しょうがないですけど、近藤選手だな、3番目の嫌だな、ほんと。よしいいですね、このウーパールーパーがかなりね、ウイニングショットとしてこれまでも機能してる気がするんで。あ、ちょっと甘い、ちょっと甘い、やめて。いや、今ちょっと中に入ったな、思った狙ったところに中に入ってましたよね。いやー、こちらが先ほどの先制のシーンです。
中田選手も打点が結構上位だったけど、これバッターは5番、いやー今のは痛いな。ストライク、枝元厳しいところでした。まずは入れてきました。インコース外れても、投球はこれから3球目。ボール第4球は変化球、空振り。さあ5球目、おっとっとっと、第6球を投げた、打った、流し打ち、つぶらいたいっすね。1回の表が終わって2対0乃木先制点を奪われています。左の加藤マウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。1回の裏、加藤投手ですね、ファイターズ。あれ対戦したっけな、したような気もするし、してない気もするなつまりあんまり覚えてない。でもどうかな、でもフォークが結構調子好調でしたよね。これ結構フォーク落ちるかもしれないですね。なんといっても一発目を持ってないっていうのが、うん、玉持ち丸とかも持ってますからね。結構フォークが落ちるかも。一番打ちやすいのは多分スローカーブですね。ストライクか今の。あ、ボールだった、ボールだった。あ、でもよかったですね。今のコースのフォーク気をつけないとな。あそこのボール球踏んないようにしないといけないですね。よし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 、うん、いい粘り。うおー、オッケー、納得、カット。嘘だ、ボールだと思った。いやー今コースが外れてると思ったけども、高さはよしよしよし。あ、そっか、あやめん、これあれですねそうだ、連続試合安打が続いてるんでしたよね。よかったよかった、今思い出しました。1打席目で達成できればだいぶ肩の荷はおります。ちょっとフォークがやっぱり結構捉えるのが、さあ4月度の月間 MVP、 あーまたやっちゃった。いや、あ、順位表が出るようになりましたね。これ出てなかったですよね、そういえば。うん、5月から出るようになるのか。2回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者清宮。第2球、あれ、沢ちゃんすげえスタミナめっちゃ減ってるな。あれ、まだ1イニング投げただけですよね。これでワンアウト。あれ、え、あのツーランホームランでこんな減ったのかな。セカンドの頭上、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番清水。あ、清水選手調子絶好調ですね。これ一発普通にありますね。パワーギリギリ確か D なんで打ちました。気をつけないとな。8番ですけど。よし、この回完璧ですね。一塁ベースを踏んでアウト。よしよしよし。さやか3人でピシャリと抑えています。2回の表が終わ。2回の裏、乃木攻撃に入ります。バッターは長打が魅力のスラッガー、清宮。アウトコース低め。結構フォークを多投してきますね。いやー厳しいぞ、全く同じとこ来たな。いやーもうスローカーブもちょっと投げてきてくんないかなそう、スローカーブならなんとか。いや結構厳しいボール来てるな、さっきから。よし、これはうまく取られましたね。 OK、 クリーンヒットです。遠藤いいバッティング。ここはちょっとね、いろいろ作戦も、エンドランとかも仕掛けていきたいですね。エンドランといえばワンストライクワンボール行きますか。
声聞こえ、もう声聞こえてたんじゃないかな、今もう。さあ、前さん頼むよ。しまった。タイミング合いません。次の投球。なあ、勝負いっか。これで3アウトチェンジ。いや、エンドラン失敗痛かった。二塁ランナー柴田残塁に終わりました。まあでもまあヒットは出てるんでなんとか。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは中島、考え球投げました。ボール、ゴール。あれれれれれれ、第3球インローに送ってストライク。第4球を投げました。打った、ファール。追い込んで投げました。打った、流し打ち。危ない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 。さあ6球目、流し打ち。よしよしよし、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第1球投げました。おー、危ないっすよ。ちょっと思ったより中入ってるな。見送ってストライク。もう追い込んでいます。投げました。おー、第4球を投げた、打ちました。ファースト飛びついた。あー、取れなかった。ちょっと今飛びつくタイミングが、いやでもどうだったかな、取れてた気がする。ちょっと今ミスった。いやー今のはちょっともったいなかったかも。取れたかもしれないですね。うわー、危ない危ない危ない。思ったより高めにいってるな。よしよしよし、そう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 、 OK。 よし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 、全くタイミングが合いません。バッターは3番近藤。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。まっすぐ見送ってストライク。第2球投げた。もうちょっとじゃあインコース2球見せたんで、ここら辺でよし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 、追い込んでから投げました。よし、 OK。 いやこれちょっと追加点取られるとね、結構きつい。ちょっと行ってほしいですね。スコアボードにゼロが入ります。この回の攻撃はバッターから始まります。バッターは何話の専門役者、完全に外れた。先頭バッターでした。先頭バッター第3球を投げました。打ちました。いやー噛みました。これでワンアウト。いやなんかちょっと打ちにくいなー。もう雪国の強打者神奈川、第9投げました。このボールですね。このボールに手出さないように。第2球打ちました。やばい、キャッチャーファウルグラウンド、キャッチしています。未来の主砲筒井、第9投げた、打ちました。初球打ち、ボール、あやめ、めっちゃいい。そうだ、あやめはね、ツーベースも多かったですよね。これまたツーベースですね。もう完全になんかあれですよね、つなぎ役じゃなくなってますよ。うん、投げた、初球打ちました。いやこれで3アウト。さあリプレイです。アヤメンの3番とかも面白そうですけど、うん。明治神宮野球場からお送りしています。乃木対北海道日本ハムファイターズ。試合はこれから中盤4回に入ります。さあ、先頭バッターは中田。なんかサワーチのスタミナの減りが早い気がするんだよな。レフト方向へ持っていきましたが、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番旅行。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。これ5回ぐらいまでから投げれて。外角高めの直球はボール。投げた。変化球はアウトローへ。ボール。もう一球いこうかな。よし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 。見逃し三振。第1球投げました。ボール。第2球投げました。うん、いいですね。ストレート。第3球を投げました。球速よりも伸びを感じます。第4球を投げました。打ちました、いい当たり。ショートバットボールを掴んだ。オッケー、つい軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。さあちょっとこの回ピシャッと3人で抑えています。4回の裏、右攻撃に入ります。バッターは長身のアーティスト。嘘だ。ボールにしか見えない。いやこれもストライクか。第3球を
スローカーブがボールゾーンにしか来ないんだよな。いやこれストライクだったのな今。ちょっと結構やばい。いいコースに来てんだよなボールが。なかなか打てないな。もう打ちづらいコースに来るな。いやー厳しいね。今のはボールだったかな。微妙、あ、ボールかな。ギリギリボール。よし。いやー、やばい。よし。今日愛知コンビがいいっすね。よし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 。ちょっとねこれね2アウトですよね。よし行こうかな。マジか。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。4回の裏が終わりまして2対5、5回の表これからファイターズの攻撃に入ります。トップバッターは渡辺。今のはちょっと焦りが出てる。ちょっと落ち着いていきましょう。まず5、まだ5回なんでね落ち着いていきましょうって自分がやってるんですけど、すいませんちょっと自分に聞かせます。落ち着いて落ち着いて、まだまだ全然慌てるような展開じゃないですかね。ちょっとこの回までか。さあちゃん清水、いいバッティングを見せました。バッターは9番中島。最初のバッターボックスこの回までというかこの回まで投げ切りたいですね。ちょっと連打とか当てると追い込んで投げました。さあ4球目打った。ショートライナー。よし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 。これで2アウト。いやここまで踏ん張ってほしいな。第9投げた外れた。第2球投げた変化球は、ああ手出してこない。投げた。おー危ない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 。第4球を投げた。ああ投げた5球でストライク。ランナー走りますね。ちょっと1球1を入れときます。際どいところでしたがフォアボールです。右バッターボックスは2番太田。さあピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第2球投げました。打ちました。これ大丈夫だ大丈夫大丈夫大丈夫。よしなんとか5回。いやちょっと思ったよりスタミナが減ってますけど、いやもうあのホームランの2点だけでヒットもそんな打たれてないですからね。いやこれちょっとこの回逆転して勝ち投手権利つけて当てたい。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは恐怖の天才和田。第一打席はライトフライに倒れています。初球から打ってきた。やばい、ちょっとこれで2アウト、ランナーありません。バッターは前面の先頭役者、早川。第一打席はライトフライに倒れています。打ちました。初球ボールと落ちる送球アウト、3アウトチェンジ。乃木三者凡退に倒れました。ちょっと本当焦りすぎ。ちょっとここまでですね。これじゃあ新内さんかな。ピッチャー交代です。さあ後半マウンド上ピッチャーは藤見のベテラン前。第9球投球、これから2球目決まった。ストライク。第3球を投げました。変化球。よしよしよし、やっぱ調子が絶好調だけあって。投げました。打った。セカンド左横のゴロ。セカンドから一塁送球。アウト。バッターは4番中田。第9投げました。清水さん金徳で手法キラーって持ってるんですけど、近藤選手の時に聞いてましたね。うん。高速スライダー。ボール。投げました。打った。オッケー。一塁送球。アウト。これで2アウト。ランナーありません。右バッターボックスは横。今日はファーストゴロと三振。投げた。よし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 。鈍いゴロ。一塁送球。オッケー。これは完璧ですね。いやちょっとまずいってまずいって。リプレイをご覧ください。マイ見事ファイターズ打線を抑え切りました。いや投手戦になってますね。結構最近だと珍しいかも。この回は打順の1番。
ちょっとまずは出塁したい。これでワンアウト、ランナーはありません。いやーちょっとアヤメント頼む。今日は愛知コンビがいいんで、よし、いけいけ、よし、アヤメンすごい。これはね、もう完全なもうつなぎ役とは言えないですね。完全なこれ次の試合あたり3番あるんじゃないですか。いやこれ大きいですね。ただな、今のもど真ん中ですからね、ちょっとまだ加藤投手を打ち崩してるとは全然言えないかもな。なんとかちょっと今のは捉えないと思う。取りました。これで2アウト、ランナーありません。4バッター、長身のアーティスト、今日はセカンドフライト、ライトフライ、投げました。いやー、ほんといいコース来てんだよな、ボールが。投げました。結構、四隅にしっかりと配球されてますよね。なんとかあんなボールを仕留めていかないと。投げました。今のだってもう3アウトになります。今のとかがちょっと球速レベルやや早いにしたのがちょっと効いてるかもしれないですよね。いやーさあワン選手が代打で出てきましたね。これよし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 。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには渡辺、今日はセカンドフライト、ライトフライ、投げた、インコース低め、ストライク、これで追い込みました。投げた、もう次は4球目、投げた、打ちました、1塁間のゴロ。いやーいいですね。アウト。右バッターボックスはマイチュン、いい投げました。1球目、なんか球がすごい走ってません。うん、調子が絶好調ってのもあるのかな。投げました。よっしゃ、これはいいリリーフ見してます。いやヒット打たれてないんだよな。4安打ですもんね。いやこれ入ってまず同点に追いつかないと。この試合終盤ビハインドって結構珍しいですよね。うん、最近あんまなかった気が。最近というかこのペナント通じてそんなに。よーしよしやっと捉えた、このスローカーブ。さあこれは大きい。いや今結構気持ちいいホームランでした。よし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 。今日サクちゃんもいいんで、さあそろそろね。まあでももうちょいスタミナありますね、加藤投手ね。まだピッチャー変えてこないかな。スローカーブ頭になかった今しまった。いやーいこれで2アウト、ランナーありません。ちょっとここ1本欲しいっすよね。行きましょうか、よりさん。代打のスペシャリスト、サンガナに変わりまして、第9投げました。なんかよりさん代打ですごい打ちそうな雰囲気があるんですよね。第3球を投げました。
おっとっとっと、これどうかな、次もしファーボールになったら、さすが、さすがですね。ストレートを完璧に捉えました。チームメイトが向かいます。今の勝ち越しのシーン、リプレイでご覧ください。いやー、これは大きい。ライトフライト、セカンドゴロ、初球、よし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 、あ、なんかこれ勢いついてきたんじゃないですか。早川、ナイスバッティングです。初安打。さあリプレイです。加藤、交番、ここでピッチャー帰ってきましたね。井口投手ですね。いやー、なんか苦手だな。また球持ち丸持ってますね。いやー、でも逆転できた。これ大きいですね。さあ、ここちょっと、ここね、いや、新内さんがすげえいいんだよな。いや、でも方程式かな。そのままいってもいい気もするんですけど。あ、代打松本選手。いや、でもこれがこのチームのね、形なんで。ストライク。打ちました、いい当たり。ボールはライナーで左中間。うわ、松本、二塁を狙う。ここで真ん中行くのか。ツーベース、乃木、同点のピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。いやー、今日ツーベースで西川、乃木、ちょっと待ってください。これ定位置かな。まだ早い気がする。いや、でも8、いやー、第2球、空振り、少し迷ったか。上抜かれた方が嫌っすね、ちょっと。うん、この状況だったらまだ同点は最悪、しょうがないで。よしよし。ただね、ツーアウトになったらちょっと前進させると思います。ツーアウトになったらね、まだ、いや、ミートで打ってくるんだったら前進かな。ミートだったら前進でいいな。うん、強振、うん、ミートなら前進、ミートなら前進。よし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 、ちょっと1球見せ球を、よし、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、くしゃみが。ここですね。いやー、ゆりちゃん踏ん張ってほしいな、ここ。やばい、ちょっと甘かった。でもこれは大丈夫。いや、これは、いや、ここターニングポイントきそうだな。なおもピンチが続きます。さあ、ここがですよね、ここマジで。いやー、いやー、ストライク欲しいな、今のは。よしよしよし、第3球を投げた。オッケー、よし、いいよ。追い込んでから投げました。さすが。先ほどのプレーです。北川、いいコースだったな今。このまま流れをものにしたい。気迫が伝わってまいります。今のは良かった。あ、これスリーベースサイクルですね。さあ、もう1点ですね。もう1点でも1点差だと分かんないんで。いや、めん、マジやばい。これ。ボールはセカンドへ。ああ、どうだったかな、ちょっといけたかな今。バッティングです。なんと4打数4安打。じゃあちょっとここはもう1点がどうしても欲しいですね。これ堀さん。
さあ堀さんなら少々スタート遅れてもここは盗塁したいですね。ちょっとこれは追い込まれたか。こうなったらもう打たせか。ちょっとどっかのタイミングで走りたい。よし、その前 OK。 よしよしよし、これなら OK、 これなら OK。 ここはさす、いやー、ちょっとバントしたいな。いや普通なら打たせだけどな。いやさすがにないか。いやー、まあでも結果的にさあレイちゃん、ちょこれ外野フライでいいですね。まず最低でも、いやーもう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 危ない危ない危ない、めっちゃ今振るとこだった。危ない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 。よし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 、さあ6球目。うーわ危ねえ。よーし OK。 いやー今よく我慢できた。いやまさか今ちょっとねスローカーブ完全に当たらなかったんですけど、いや今よく反応できたらちょっと自分でもびっくりした。あーちょっとタイミング多分今ストライクなんだよな。ギリギリ入ってる気がしますね。あーピーチャー帰ってきましたね。浦野投手さあどうでしょう。あーなんかファイターズ1ピッチャー多いっすよね。うん、なんかそんなにこう簡単に打ちやすいってピッチャーあんまりないっすね。うん、いやもう行ってほしいな。第9ボールだ。今のはやっちゃったな。いやでもこの6、7、8がね、いや大きいな。じゃあちょっとねここを、そうですね、そうですね、どうしようちょっと、デンちゃん変えようかな。うん、守備力を少しでも。はい、あ3点差か。じゃあミオちゃんですね。ピッチャーを交代します。北川降板。マウンド上ピッチャー小さな高田美代。さあ3点ありますからね、まあ、油断しちゃいけないですけど。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者ワン。第9投げました。見送ってストライク。第2球投げました。もう投げました。打ちました。あーいや、あーごめんなさい、めんちゃん、いや、でんちゃんですね、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、さすがな、これもでんちゃんのプレーですね。さあ、このね、みおちゃんの安定感、半端なくないですか。うん。嘘だ、今、飛ばなくてよかったかな、もしかして。右バッターボックスは8番清水。ちょっとこれ次ランナー出してしまうと、よーし。ショートの右、カムス掴んだ一塁送球。オッケー。終了です。乃木見事。いやー危ない試合だった。結果的に5対2でしたけど。さあ本日
そうですね、今日この2人でいいかな。うん、いやー、さあちゃんもいいピッチングだったんですけど、ね、ちょっとスタミナが切れなかったら、まあ投げさせたかったんですけど、そして西武は三尾、全員で、その後引き継いだね、清水さん非常に良かった。そしてなんといってもこのね、あやめさんの大活躍。そう、さあちゃんもね、結局これだけですからね、失点ね、ヒットもそんなに取れなかったんで。いや、加藤投手打ちづらかったな。これがね、このホームランでちょっと流れがぐっと、この回はこの1点だけだったと思うんですけど、これですね、これも効きました。そしてこの相良さんのホームランも効いた。さすが代打職人ですね。そうですね、このね、ゆりちゃんのピッチングも光りました。ここでちょっとすごい8回大事する、すごい出てきますね。でしかもここターニングポイントでしたよね。ここは相当ね、ターニングポイントそのままなんですけど、ここね、三振で防いでね、今日れいちゃん良かったですね。いやちょっと途中までどうな、いやでもね、これね、ちょっとあれですね、結果的に2桁ヒット打ったんですけど、やっぱりちょっと球速レベル上げた効果ありそうだな。なんかちょっとやっぱ打ちにくくなってる気がしますね。ただね、これね、もう何度も言ってるんですけど多分一発病を持ってないピッチャーだったら相当いい勝負になるんですよ。はい。だから今後、ちょっと、これちょっと接戦増えていきそうですね。はい。で、新内さんに勝目で、みおちゃんも初セーブ目と。はい。よし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 。ここで消えたか。まあでもそろそろかなと思ってたんでね。さあ、ついにノリノリ状態が、そう、これがね、またチームの、打撃成績に与える影響結構大きいと思います。これカッキーがノリノリ状態じゃなくなったことでね、やっぱりノリノリ状態だったから、あの4月の成績もあったと思うんで、まあ、ここからがまたちょっと勝負ですね。まあそうは言ってもレイちゃんはまだノリノリ状態ですけど、はい。じゃあ、また次戦以降ですね。ちょっと、厳しい戦い続きそうですけどね。なんとか頑張っていきたいと思います。はい。では今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。